私の名前はさとみ。自分で言うのもなんだけど、超売れっ子女優。お疲れ様でーす。はぁ、疲れたしね。私の唯一の楽しみはこれ。はい、すっぴんドーン。たまーにある休日にすっぴんで出かけること。自分で言うのもなんだけど、すっぴんなら誰にも気づかれない。出かけるところはできれば田舎がいいが、某人気ゲームの目的地のルーレットで決まったところに行く。今回は三重県伊勢。ルーレットは絶対伊勢市駅到着。駅出てすぐに鳥居があるなんて心がピッとするわね。早速下空にゴー。早速ワンポイント。伊勢神宮は日本人の総氏神天照大神を祀る皇太神宮と、衣食住の守り神である豊受の大神を祀る豊受大神宮の2つのお宮を中心とした全125社からなる。そしてさらにワンポイント。皇太神宮を内宮、豊受大神宮を下宮と呼び、下宮から内宮の順番で参拝するのが正式な順番となっているのである。なあ、ああ、ああ、距離は短いが、いろいろ美味しそうなものが多くて、強い気持ちを持って通らないと全部食べたくなっちゃうから、なかなか下宮にたどり着かないじゃない。下宮参道恐るべし。下宮に到着。さすが伊勢神宮、おごそかな雰囲気ね。あ、あのおばあちゃん鍵落とした。あのすみません、鍵落としましたよ。あら、やだよ。ありがとうね。年を取るとね、こういうのにも気がつかないんだよね。いえいえ、どういたしまして。まあ、三重県は鍵の生産額が日本一じゃから、いつ落としても大丈夫なんじゃけどね。どういう問題じゃないと思いますけど。ここでワンポイント。大手鍵メーカーのミワロックの工場が伊勢市、そして隣の渡来郡にもあり、三重県は鍵の生産量が日本一なんです。お伊勢参りかい？はい、東京から来ました、さとみです。若い頃の私にそっくりじゃ。え？伊勢神宮の正式名称ってわかるかい？伊勢神宮は伊勢神宮じゃないんですか？正式名称は神宮じゃ。他の神宮と区別するために伊勢神宮と呼ばれているだけで、伊勢神宮はトップオブ神宮じゃから、神宮ってオッケーなんじゃ。なんかかっこいい。もうそろそろ正宮に到着じゃ。あれ、ここは？ここは古殿地式年遷宮といって、20年ごとに社殿や恩賞俗信奉をはじめ、すべてを新しくして新宮へお移りいただくんじゃが、その場所がこの正宮の隣のここなんじゃ。まあ簡単に言うと、家具一式を新品にして20年ごとに新築に引っ越ししてもらうっちゅうこと。ちなみに次は2033年。長生きせんとな。ここでワンポイント。内宮下宮の正宮をはじめ、14の別宮や宇治橋なども作り替えられる式年遷宮は日本で最大最高のお祭りなんだって。さ、正宮も別宮も全部参拝も終わったし、次は内宮に行くかの。よし、内宮到着じゃ。さ、何か気づくことはないか？え？人の流れを見てよく思い出してみ。あ、下宮は左側通行だったのに、内宮は右側通行だ。正解。なんで？その理由は、その理由は分かっとらん。古い書物にも書かれていないんじゃ。図工。ここでワンポイント。明記されていないその理由、みたらしがある側、もしくは正宮から遠い方だからなのではと考えられているそうです。彼氏はおるんか？
いないんじゃろ。なんでわかるんですか。昔の私にそっくりって言ったじゃろがい。だからじゃよ。え、そしたらそういう個人的なお願いは別宮でするんじゃの。下宮では鷹の宮、内宮では荒祭りの宮、正宮では神様に感謝や世界の平和を願う場所なんじゃ。なるほど、わかりました。いろいろガイドしてもらってありがとうございます。んじゃ、私はそろそろ帰るよ。お祓い町とかでご飯でも食べて、時間があったらその先にある猿田彦神社にでも寄ったらいいよ。わかりました、行ってみます。はい、ほんじゃあね。なんか素敵なおばあちゃんだったな。あ、お腹減った。伊勢と言ったら伊勢海老、松阪牛に伊勢うどん。よし、せっかく伊勢に来たし、ちょっとお昼ご飯奮発しちゃおっと。伊勢海老、松阪、伊勢海老、松阪。迷っちゃうな。あれ、この店なら伊勢海老も松阪牛も伊勢うどんも全部食べられちゃう感じ。お姉さんどうぞ、席空いてますよ。何このお姉さん、すごく眩しい。ここにします。お伊勢参りお疲れ様でした。あ、いえ。うちのおすすめはね、この伊勢スペシャルね。伊勢海老と松阪牛、伊勢うどんに手こね寿司、全部を少しずつ食べられてデザートも選べるの。はあ、ごめんなさい、手こね寿司って何ですか。まあ、ちらし寿司の一種ね。漁師さんがその昔、取った魚を漬けにして酢飯と合わせて手で混ぜて食べたのが始まりって言われてるんだよ。だから手こね寿司なんですね。そう。じゃあ伊勢スペシャルにします。オッケー、ちょっと待っててね。いちいち輝いてるな、折れそう。はい、お待ちどうさま。うひょー、なんて豪華な。神様、私は今日という日まで生きてこられて感謝します。そして今このご馳走に出会えて心から感謝します。本当にありがとうございます。お姉さん面白いね。あ、全部聞こえちゃってました。最高だねお姉さん、笑顔も超眩しい。あのお姉さん、昔なんかやってました？その芸能関係とか。よく言われるけどやってないね。接客仕事だからそういうのが身についたんじゃん。なるほど。さあ、美味しいうちに召し上がって。はい、いただきます。素敵な人だな。ああいう人のことを太陽みたいな人って言うんだろうな。ただいま。ここの配達の人かな。彼は母親を探すって言って行く先々で悪さばっかりして、姉ちゃんに迷惑かけてるここの末っ子です。え、どなた。健一です。イケメン。ああ、びっくりさせてすみませんね。さっきからずっといたんですけどね、そいつ影が薄くって。でもその度に姉ちゃんは末っ子の流星をなぜかかばって許してあげてるんです。なあ、俺ここ住んでもいいか。は？あんた今度は何企んでんの。彼は昔、店の前の道に大きな穴を開けてお客さんが入ってこれなくしたり、店の椅子とテーブルを道に放り投げたりして、まあとにかく破天荒というか。それでもお姉さんは許したんですね。なあ、ちゃんと働くからさ。今お客さんいるからまあ後にして。てかこのお姉さん大丈夫？あんまりお金持ってなさそうなんだけど。なに？私まあまあ稼いでんだぞ。って、あれ？財布ない。失礼なこと言わないの。ごめんね。はいはい、じゃあ真面目に呼び込みでもしてこようかな。ごめんなさいね、騒がしい店で。非常に言いにくいのですが、実は財布がないんですと言いたい。おお、ここにおったか、お姉ちゃん。ここの飯うまいじゃろ。あ、先ほどの。何、レイカバー知り合い？ちょっと届け物をな。ほれ、この財布あんたのじゃろ。え、なんで？
通りの入り口近くに落ちてたってよ。さっき下空参道でいろいろ食べたそうによだれ垂らしながらこの財布大事そうに握りしめて歩いておったじゃろ。あんたのじゃと思って預かってきたんじゃ。お恥ずかしい。てか観察眼鋭っ。本当にわしにそっくりじゃの。ほんじゃあな。はい、ありがとうございます。よかったね。なんかすごい人。ふう、ごちそうさまでした。はい、お粗末さまでした。もう全部美味しかったです。ありがとう。姉ちゃん大変、流星が外で呼び込み中に喧嘩して警察に連れてかれたって。もう何なの。もう知らない。え、トイレに立てこもった。やっ、電気が消えた。ブレーカー、トイレにあるから落としたんだ。なんでわざわざ。すみません、今日はお題とかいらないんで。あれ、この話どこかで。あ、なるほど。ケンイチさん、すぐ解決できるかも。このお店に鏡ってある？あ、ありますけど、これが何の役に？ま、いいから、始めるわよ。はいはいはい、さっさ。はいはいはい、さっさ。え、ちょ、さとみさん、なんですかその踊り。はい、今から変顔します。どんな顔の作りしてるんですか、さとみさん。イケメンの前でかなり不本意だけど、仕方がない。ほら、はるかさん、出てらっしゃい。何がそんなに面白いのよ。てか、ケンイチ、あんたそんなに笑う人だったの？出てきた。はい、ケンイチさん、今よ、鏡をお姉さんに。はぁ、なんて美しい人が映ってるんでしょ。って何やらすのよ。ケンイチさん、確保。はい。あ、うちのゴタゴタに巻き込んでしまってすみません。お恥ずかしい限りです。本当にありがとうございました。いえ、逆に伊勢っぽかったのでよかったです。ん、さとみさん、何かお礼させてください。え、そんな急に言われても。ケンイチ、伊勢志摩スカイラインにドライブ連れてってあげなよ。ここで今日一日歩き回って疲れた足を癒してください。あー、気持ちいい。綺麗な景色を見ながらの足湯は格別。さとみさん、インスタとかやってます？え？すっごい映えるところあるんで一緒に行ってみませんか？ぜひ。わー、超素敵な映えスポットじゃないですか。売店で絵はがきも買えるので、さとみさんの大切な人にぜひ送ってみてください。ただいま。伊勢志摩スカイライン、すっごい素敵な場所でした。でしょ。ところでさとみちゃん、今日は泊まり？あ、いえ、日帰り弾丸旅行です。あ、実はさっき麗華おばあちゃんに猿田彦神社に寄ってみてって言われてたんですけど、ちょっと電車がギリギリで行けそうにないですね。残念だな。そっか、麗華バーの大切な場所。え？猿田彦神社の敷地内に猿目神社って芸能の神様の神社があるんだけど、麗華バー毎日通ってるの。へえ。麗華バー、この辺じゃ知らない人がいないくらい有名な舞台役者さんだったんだよ。そうなんですか。あ、もしかして気づいてたんだ、私が女優やってるの。だから若い頃にそっくりって言ってくれてたんだ。若い頃の写真見たらすっごい美人さんなの。あ、そうなんですか。あ、さとみさん、若い頃の麗華バーに少し似てるかも。いや、照れますな。でも浮いた話もなくてね。結婚もしてないしね。ん？あんな綺麗だったのになんで結婚しなかったんだろうな。あれ？あ、猿目神社って芸能スポーツの上達を願って参拝してる人も多いけど、良縁を結ぶ神様でもあったよね。だから毎日通ってたのかな。だから似てるって言ったの？もしかして私も結婚できないの？そこが似てるって言ってたのかな。麗華おばあちゃん、そうじゃないよね。あれ、さとみちゃん大丈夫？あ、大事。
サドベ神社行ってきます。最後までご視聴ありがとうございました。ほっこりしたよって方はチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。